オジジアンとは、アメリカ合衆国で生産、調教されたサラブレッドの競争馬お及び、シュボである。1985年のフューチュリティステークスなどに優勝し、後に日本で種ボバ入りしている。代表産区には、英進ワシントンやバトルラインがいる。なお、日本の書籍などでは、当馬の名前をオジジアンと記述するのが一般的だが、 現役時代のオーナーは、オガイジャンと発音するのが正しいとしている。名前の由来は、オデュスセアに登場する、オデュスセウスが、海の女神、カリュプソウに引き止められたオギュギアの島であるため、それに習うなら、オギュギアンとなる。1983年に生まれたオーマで、同世代には、ブロードブラッシュや、モガンボなどがいる。1985年に競争場デビューした。 二歳児は、デビュー戦から3戦三勝と無敗の成績を誇り、特にフューチュリティステークスでは二着グルービにキューバ新反差をつけての圧勝劇を演じ、同年のブリーダーズカップジュベナイルを制した達走と、並んで二歳馬トップの126ポンドのレーティングを与えられた。三歳児は、クラシック路線こそ、故障により未出走に終わったが、七月には、 ドワイヤーステイクスで優勝、さらに9月のジェロームハンデキャップでは、モガンボ相手に頭差で勝ち、通算10戦7勝、G1 競争3勝の好成績で引退した。1988年からクレーボーンファームにて種ボバ入りした。日本では重賞を2勝した、A、シン・ワシントンの活躍で、その名が知れ渡るようになり、A、シン・ワシントンが、 現役で活躍中の1996年から、浦河町のイーストスタッドで強要されるようになる。その後も、外国産馬として、すでに輸入されていた、バトルライン、持ち込め馬の待機ダイヤが重賞を勝ったものの、日本での産区は、ジョーディ・シュラオキが、唯一の中央重賞勝ち馬と、成績は尻すぼみとなっていった。なお、日本でのつなぎ用中に左目を失明している。 2005年、オジジアンは22歳の時に、功労場保護団体オールドフレンズによって、アメリカへと買い戻された。ケンタッキー州の同施設で予定を送り、2015年3月14日に、戦通による合併症で32歳で安楽死となった。17世代の3区からは733頭が、競争馬となり、うち473頭が勝ち上がり、23頭が、 ステークス価値馬となった。獲得賞金は約5230万ドル。重賞価値馬11頭を含む23頭がステークスウィナーとなった。母の父としては史上2頭目のエクリプス賞とカルティエ賞の最優秀2歳ボバとなったヨハネスブルッグを筆頭に種ボバ成績を上回る実績を残している。アメリカに残したサンクモジーに価値が最高で、 有力な後継種母場には恵まれなかった。母ゴンファロームは12頭の競争場を生み、そのうち8頭が勝ち上がるという優秀な繁殖成績を収めた。他の近親に、老いのオナーグローリーがいる。ありがとうございます。